コンスタンティノープル包囲戦は、ラテン帝国の首都コンスタンティノープルを、ニカイア帝国が包囲した戦い。1204年の第4回十字軍で滅びたビザンツ帝国の復興を掲げるニカイア帝国は、1235年の戦いに続き再び首都奪回を試みたが、ラテン帝国軍とベネツィア共和国の交戦を破ることができなかった。しかしその後、ニンファイウム条約で、 ジェノバ共和国と組んだ、ニカイア帝国は体制を立て直し、翌1261年にコンスタンティノープルを奪還、ビザンツ帝国を復活させた。1204年4月に第四回十字軍がコンスタンティノープルを征服した後、ビザンツ帝国の丘陵は十字軍の政権ラテン帝国と、その他のラテン人十字軍国家、それに、いくつかの亡命政権に分割された。 亡命政権の中で主なものは、西ギリシアとアルバニアを支配したエピロス先制公国、小アジア北東部を支配したトレビゾンド帝国、そして小アジア西部、北西部を支配したニカイア帝国の3つだった。いずれもビザンツ帝国の正当な後継者であると主張し、ラテン帝国の弱みをついて、コンスタンティノープルを回復しようと狙っていた。最初にこの目標に最も近づいたのが、 エピロスのテオドロス一世、コムネノス・ドゥーカスで、彼は1225、7年にテッサロニキで皇帝即位を宣言した。しかし彼は1230年のクロコトニッツァの戦いで第二次ブルガリア帝国に敗れ、テッサロニキ帝国は力を失った。これにより、ニカヤ皇帝ヨハネス三世、ドゥーカス・バタツェスがヨーロッパ大陸に進出する道が開けた。 彼は1234年にトラキアに侵攻して共闘法を築き、またブルガリアと同盟して1235年から1236年にかけてコンスタンティノープルを包囲したが失敗した。その後、ニカイア皇帝たちはまずヨーロッパでの領土拡大に専念した。ヨハネス三世はエピロスやブルガリアを攻めてトラキアやマケドニアを奪い、ニカイア帝国を 旧ビザンツ帝国領域で最強の国家に押し上げた。ラテン帝国はコンスタンティノープル以外の領土を失い、西も東もカイア帝国に包囲され、西欧からも有効な軍事支援が届かないという絶望的な状況に立たされた。ローマ教皇ですら、正教会がローマ教皇の主意権を認めて、東西教会分裂を収める気があれば、 ラテン帝国を見捨てるのもいた方ないと考えるようになっていた。しかし1254年にヨハネス3世が死去し、後継のテオドロス2世ラスカリスがバルカン諸国から集中攻撃を受けて弱体化したことで、ラテン帝国はある程度時間を稼ぐことができた。テオドロス2世が死去して間もなく、野心的なミカエル8世、パレオロゴスが 先帝の幼少の子ヨハネス4世、ラスカリスの保護者として共同皇帝に即した。この時、エピロス先制公国、アカヤ皇国、シチリア王国による第2回や帝国法移網が組まれたが、この同盟軍は1259年夏のペラゴニアの戦いで撃退された。この戦いで主なライバルが一掃されたことで、 ミカエル八世はいよいよコンスタンティノープルに狙いを定めることとなった。ランプサコスで冬越ししたミカエル八世は1260年1月、ダーダネルス海峡を渡ってコンスタンティノープルへ進軍した。この後の事態の経過は年代記者によって大きく二つの説に分かれている。ゲオルギオス・アクロポリテスによれば、 ミカエル八世は、市内のアセルという、ラテン人貴族、アンセルド・トゥシーやアンセル・デカットなどに否定する説がある、がこうして、コンスタンティノープルの門を開放するという情報を、当てにして、大規模な教習を仕掛けなかった。ガラタに陣取ったミカエル八世は、表向き金閣湾北岸のガラタの塔を攻める準備を、しているふりをしながら、アセルの裏切りを待った。しかしアセルは、鍵を、 死の支配者に取られたと言い訳して行動を起こさなかった。ここに至ってミカエル8世はコンスタンティノープル攻略を諦め一年の休戦を結んだという。しかしジョージ・パケミアーズやニケフォロスグレゴラスラタの年代記者たちはミカエル8世がコンスタンティノープル攻略を本気で目指して長期的かつ大規模な計画を練っていたとしている。この説によればミカエル八世は ガラタの塔を奪うとともに、約 60km 離れたセリュンブリアまでの領域を確保し、コンスタンティノープルを孤立させようとした。しかし、ガラタの塔では、守備兵が頑強に抵抗し、コンスタンティノープル市内からボートで救援隊が入ったこともあって、ビザンツ軍はここを攻略できなかった。さらに大規模なラテン帝国の救援軍が近づいているという法を受けて、 ミカエル8世は包囲継続を断念したという。現代の歴史家たちは、この異なる二説が存在するのは、アクロポリテスにミカエル8世への失敗を相性化しようとする傾向があるところに原因があるとしている。いずれでも、ガラタの塔を攻略目標としたことは同じであり、アセルの陰謀もおそらく史実であろうが、アクロポリテスはこのエピソードを過度に誇張したのだと考えられている。 8月、ミカエル8世とラテン皇帝ボードアン2世の間で1年間、つまり1261年8月までの休戦が結ばれた。この時には、コンスタンティノープル攻略に失敗したミカエル8世だったが、彼は1261年3月に、ジェノバ共和国とニンファエウム条約を結び、その海軍の協力を交易権と引き換えに得た。またこの条約は、ジェノバの宿敵であり、 ラテン皇帝の後ろだけでもある、ベネツヤ共和国に対する傍を協定でもあった。しかし、こうしたミカエル発生の周到な布石は、良い意味で無駄になった。1261年7月25日、コンスタンティノープル近郊の偵察に送られた、アレクシオス・ストラテゴポーロス率いる部隊が、街が無防備な状態になっているのに気づき、野員に紛れて、コンスタンティノープルを制圧したのである。 こうして、ニカイア帝国は、コンスタンティノープルを奪回、ビザンツ帝国を復活させた。ありがとうございます。